こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、ネットビジネスをしていて、特に YouTube をしていて、顔出しするしないっていう問題が結構あると思うんですよ。これはね、それぞれの先入観がありますので、こうだっていうふうに決めつけることはできませんけども、最短最速でお金を稼ぎたいなら、絶対に顔出しはした方が有利です。特に女性は顔出しをした方が有利です。そういう現実があります。そのプラス、それに加えて、あなたの気持ちがどうかってことなんですよね。気が進まなかったら、有利だろうが不利だろうが、嫌なものは嫌で構わないと思うんですよ。でね、今度逆の立場、商品を購入する側、お金を払う立場になって考えてみてください。ネットビジネスで顔を出さない人から商品買いたいですか？八百屋さんに行って、八百屋の店主が出てこない、ただ手だけが出てて、はい、ナスが80円だよっていうふうに手だけでね、こうやってやり取りする人、お金買いたいですか？気持ち悪いですよね。どうですかね。やっぱ逆の立場で、お客様の立場として考えてみたときに、顔や名前を晒して商売をやってるわけですから、出処進退を明らかにして、私はここに住んでます、ここで商売してますっていうふうに正々堂々と逃げずに販売する方から商品買いたいですか？それとも肝心な時にお問い合わせをすれば、どこにお問い合わせをすればいいのか分かんない人から商品買いたいですかね。商品を売る、お金を預かるってことは、やっぱ一定の責任はあると思うんですよ。その時にお金を持っていった人が身元がわからないとか、顔も姿もわからない、もう自分の所在がバレたくないって人から商品買いたいですかね。どうですかね。もちろん販売者に回った時に販売者の都合がありますんで、こっそりとやる方法もあります、うん、でこれはね、本当に一人一人の気持ちです。私は速稼塾を運営していて、私の気持ちは、商品を売ってお金をいただくわけですよ。逃げも隠れもしない。なんだったら俺んち来いみたいな。私はね、何百人も自宅に来てもらってます。そして、全国47都道府県、皆様のところにお伺いしました。海外にまで行きました。まあ、ことさらにそれを誇るわけじゃないですけども、私はね、商売をするってことは、お金を受け取るってことは、自分の、まあ、そうですね、全てをさらけ出してもいいと思ってるんですよ。金額に関わらずですよ。1000円でも受け取ったら、私はその人のために10万円とか100万円を払ってくれた方と同じぐらいの気持ちで向かっていこうと思うんですね。もちろんコストの面がありますんでね、1000円しか払ってない人のところに、じゃあどこまで手間がかけられるかっていうと、それは分かりません。それこそ100万200万払った人のことを優先すると思います。それは仕方がないです。私の商品と私のご縁に最も高い価値をつけてくださった方に報いていかるっていうのは、そんなに変なことじゃないと思いますんでね。ただなるべく金額に関わらず、貢献したいと思います。まあ私のことはどうでもいいんですけども、私のことはさておいてですね、一人一人の立場になった時に、自分のことはバレたくない、でもお客様からお金欲しいは通用するでしょうか。通用すると思えば挑戦してもらってもいいと思います。それに私は協力します。でも自分は正々堂々と商売やってますと。世の中に300万社と言われるような会社があります。300万400万というね、住所を明かしてない会社は一個もないですよ、ね、住所を明かしてない会社、それはモグリなんですよ。モグリっていうのは要するに地下商売ですよね、うん、要するにね、怪しい商売ってことなんですよ、うん、だからお金を払う側になってみたら、商品に不満があった時にお問い合わせ先っていうのはやっぱりいるんじゃないかなと思うんですよね。で、商売をするんだったら、まだ商品を売ってない段階からやっぱり自分のことは明かしていくべきだと思うんですよ。もちろんそこに抵抗がある方はいると思います、まあ、ですので抵抗がある方はね、隠しながらやる、匿名でやる、いいと思います。それはただ覚悟しておかないといけないのは、圧倒的に不利ってことなんですよ。圧倒的にね、圧倒的に不利で、圧倒的にスキルが高くないとできません。それは結構難しいと思います。ということでね、これね、今まで何回も答えてきた質問なんですけども、顔出しをした方がいいですか、しない方がいいですか。した方が有利です。逆の立場になったら明らかでしょ。こっちは顔出しをして笑顔で接客してくださる、
こっちは何か分かんないけども店員が一人も出てこない、住所も分かんない、電話も分かんない、どっちと取引したいですかっていうことを考えてみるとビジネスはとってもシンプルだと思うんですよ。あとはこの有利不利を考えた上で覚悟をして不利な方に向かうようでしたら頑張ってそっちやっていきましょうね。なるべく早くお金が稼ぎたい、そして誠実にやりたいということでしたら自分の身はきちんと晒していけると思いますね。ことね、商売っていうのは販売する方が正直に身を晒していった方が信頼は得やすいのかなと思いますけども、あなたはどう思いますか？自分の身を明かさずに信頼を勝ち取る方法もあります。ただ自分の身を明かした方が簡単だということは現実としてあるんじゃないかなと思いますけどもね。その辺も考えながらやっていきましょう。ではいってらっしゃい。